大丈夫だ。分かった。自分で決める。今まで育ててもらった恩とは別の話だ。今さら善人ぶんなよ。あんたもヤクザなんだろう。だったら俺らがヤクザになるのを止める資格なんてねえじゃねえか。キリュウ、俺たちはずっとあんたの背中を見て育ったんだ。いい車乗って、肩で風切って、周りの人間に頭下げられて、そういう人間になりてえって。俺たちがそう思っちゃいけねえのかよ。上がりの人間は夢を見ることも許されねってるんだ。なあ、今お前何考えてた？何も、ぼーっとしてただけだ。おらよ、いつだったか親父さんに殴られていた時のことを思い出してた。俺たちがこの道に入る前の晩だったよな、確か。てっきりお前も同じことを思い出してるもんだと思ってたよ。やっぱりおめえにはかなわねえな、兄弟。見慣れたはずの事務所が今日はやけに不気味に見えるな。お疲れ様っす。親父は、堂島組長は事務所にいるか？ええ、いらしてます。ここで降りんのは俺一人だ。え？組長に伝えてくれ、桐生一馬が杯を返しに来たってな。桐生さん、本気っすか？ああ。すまなかったな、錦。お前はもう行ってくれ。本当にやるんだな、桐生。組長に話をつける。死ぬと決まったわけじゃねえ。せいぜい器用にやってみるさ。お前にそんな真似ができるのかよ、バカ野郎が。またな、兄弟。
組を抜けてってことでいいんだな、キン。はい、組長に破門のお願いに上がりました。お取り次ぎ願います、クゼの兄貴。ああ、残念だったな。土曜の8時じゃダメだ。親父のお気に入りのテレビの時間なんでな。話だったら代わりに俺が聞いてやる。てめえ、縁故も詰めてねえじゃねえか。手ぶらで組抜けの挨拶とはな。てめえ極道舐めてんのか。ああ、あんたと話に来たわけじゃねえ。組長はどこにいるんだ。今現場で組み仕切ってんのはこの俺だ。口の聞き方には気をつけろよ。ああ、縁故は詰めねえわ。金も持ってこねえ。挨拶だけで組抜けさせてくださいってか。お、おれ学生気分で敷居またげろ。と極道の世界甘くねえぞ、こら。今なら全部水流してる。風間の頭から彼らの一粒の情報を聞き出せ。もうそれしかお前に生きる道はねえんだからよ。組長に会わせてもらえませんか。ほら、破門してもらいに来たんす。答えはノーってことか。そうか、じゃあもういいわ。てめえは使い物にならねえってことだな。お前には俺のそばについてのし上がるチャンスがあった。そいつを蹴らなきゃ死なずに済んだのによ。あ、米田。はい。消し方考えろ。地味ですけど、山の中で生き埋めが一番かと。薬品でドロドロにして流すってのもありですが。ああ、死体は残せよ。後々こいつの死体が見つかった方がいいんだ。堂島組は身内のしつけには厳しいって方が本家での評判も上がるってもんよ。ああ、確かにそうだ。その言葉待ってたぜ。何？てめえ、てめえ、兄貴分に向かって何しやがる。兄貴分だと？俺はもうこの組の人間じゃねえ。あんたさっきそう言ったはずだ。かかってくんのはあんたらの勝手だが、
こっちも遠慮なく手出させてもらう。クゼの兄貴。こいつは俺がやらせてもらいますよ。任せる。好きにしろよ。待て。あんたにはまだ話がある。俺にはねえ。どうせお前はここで死ぬんだ。もし生きて俺んとこまで来られたら、話ぐらい聞いてやる。なら、首洗って待ってろ。覚悟はいいな。いつでもいいぜ。来い。Huh!
誰だお前。なんだなんだ。やろう。